暑くなりそう。でも大学1限目からなんだよね。正直冷房の効いた部屋でのんびりしていたいけど、そうもいかないか。占いか。なんか私こういうのでいい順位だった試しがない気がするな。いやでも最近は割といいこと続いてたし、今日こそはいい順位かもしれない。よし、運試しだ。どんと来い。うう、またしても最下位。もうたまに見るときに限ってこれなんだから、朝からテンション下がるな。ふむふむ、水に注意か。なるほど、対策の立てようはあるのね。よし、決めた。今日は徹底的に災難に遭わないように立ち回って、不幸を克服してみせるんだから。たかが占い、こんなことで調子を乱されてたまるもんか。災難だろうがなんだろうが、どこからでもかかってきなさい。まあ会わずに済むならそうしてほしいけど。よし、完璧。カバンには折りたたみ傘を入れたし、飲み物をこぼしても大丈夫なように着替えも準備。熱中症対策に水筒にはスポーツドリンクを入れてるけど、万が一を考えてジップジャズに入れて密封した。これでノートが濡れることもない。はっ、正面から飲み物を持った人が歩いてくる。危なかった。電柱の陰に隠れてどうにかやり過ごせたぞ。おっと、この先の公園は噴水があったはず。避けていかなきゃ。こっちの道を通れば問題なし。うわあ、大丈夫です。危ない、危ない、危うく濡れちゃうところだった。って今度は通り雨。でも私にはこの折りたたみ傘がある。ふう、セーフ。この調子なら大学まで問題なくたどり着けそう。とりあえず午前は無事に乗り切ったけど、問題は学食だよね。どっちを向いても水だらけ。慎重に行動しないと。やっほー、沙織、どうしたの、キョロキョロして。あ、マリカ。いや実はね。なるほど、それで水に注意してたんだ。そうなんだよ、もう朝から緊張しっぱなしで。あ、今気づいたけど、マリカの名字って水島。水の字が入ってる。だけどあの占いだと、友達を大切にすれば不幸を避けられるとも言ってたっけ。そうだよ、マリカは友達、友達だけど水。あー、もうどっちを優先すればいいの。ん、どうかしたの、沙織。いや、何考えてるの私。そんなの考えるまでもないって。ううん、何でもないよ。お昼ご飯一緒に食べよう。ほら、思った通りだ。マリカと一緒にいたって悪いことなんて起こらないじゃない。そういえば沙織、今日提出の課題どうだった。課題って、え、あれって木曜日までじゃなかったっけ。うん、今日までだよ。ひょっとしてやり忘れちゃったの。だってちゃんとノートには木曜日提出って。あ、水曜日の水の文字、横棒がくっついて木に見えちゃってた。あー、たまにあるよね、そういうの。水に注意ってこういうことだったんだね。
なの変化球すぎるでしょ。どうしよう、絶対間に合わない。あの教授こういうの厳しいのに。マリカのでよかったら見せてあげるよ。いいの？もちろん。いつも沙織から課題見せてもらってるもんね。マリカ、やっぱり持つべきものは友達だ。